わっと浮かせて島村です。そしてもう一度リターンをもらう。お、こぼれている。押し込んだ石川大地。平川選手に落とせたっていうのがまず一つ大きかったのと、そこからちょっとこう安定さとしてはなかったんですけども、ここにボールが転がってきて、それをしっかりと準備。こぼれたところは田辺が奪う。松岡、中で石川、フリーになっている。石川シュート、ゴール右隅流し込みました。共有する一つの策だったと思うんですけども、はい、出ていくっていう判断をして、そこでしっかり連動して、田辺選手持続してこの秋田市のソユースタジアムでも戦えるかどうかです。おっとおっと、ここはミスになった。さあ三上、ここはそのまま吸い込まれます。このプレッシャーがやっぱり効きましたよね、はい、しっかりプレッシャーかけてスプリットかけてミスを誘いましたよね。それをきちっと決める、はい、ちょっと危なかったですけどね、はい。PK 成功、秋田追加点です。青木今季初得点。もう素晴らしいね、PK だったですよね。このキーパーの大谷は第7節以来の出場ということになります。さあ、このままで押し込みました。1点を返しました栃木。見づらかったですね。そうですね、ここのところでここに寄せていきます。岩渕、カットされた。岩渕のシュート。状況ではなかったと思うんですけど、このキックを引っ掛けたわけですね。渡辺の体に当たりました、はい、で、まあ、山形の選手右隅決めた、まあ、ここはもうキーパー動けなかったっていうのと、まあ、やはり濡れてるピッチなんでね、極力低いクロス上げた。いない。チアゴの頭の上です。横山、まだあるぞ。横山のシュート。ちょっと後傾姿勢にはなりましたけどね、丁寧にボールを蹴ってコースに乗せたというような。小野から面白いところ入れた。チアゴだ。チアゴ仕掛ける。チアゴのクロス、このシュート、距離とものにしました。これ冷静でしたね。小野選手がチアゴ、ボックス内のチアゴに入れて、はい、でここ一旦はねコースで弾くんですけど、南選手、田中渡る収めた。前を見て裏への抜け出し、チアゴだ。チアゴ決まった。山形逆転。これ田中渡る選手ですよね、はい、前向いてチアゴのこの抜け出し、ここ通せる選手なかなかいないですよね。今ちょっと長倉がボールをつないでいこうというところですが、川上、さあ対面高橋です。上げてきた。さあ中ヘディングはどうか、入った。やっぱここでいい状態で前向きつけられて、やっぱ縦突破されて、はい、あ、そうですね、後ろから北川入ってきました。一回小林に預けて、矢島上がってきた。送って、ガラシシュートだ。決まった。崩し切りました山口。今左で起点作ってて、はい、ここからね矢島選手いい形で後ろから出てきて、このコントロールうまかったですよね。そうですね、いいね。さあ風間から、さあ前空いてるぞ、山中早めに入れてきた。ヘッドはどうか、入った。あとは竹選手がね、もう本当よく体投げ出してね、ヘディングできましたね。なかなか難しそうです。白井が前に出ていきます。スルーパス、森海斗、中に柿谷、森海斗、えぐった、折り返して柿谷。コースが生まれましたね、で中のポジションではもう角谷はディフェンスの前に入ってたので、もう完全なフリーな状態でした。阿部から一気に森海斗へ届く。お、届いた、前向いた、森海斗のシュート。風も影響するこの天気の中で、このファーストタッチは見事だったと思いますね。やばい、はめに行くところをうまく剥がして、まあ、最後は本当数的優位を作ってフィニッシュまで持ってきましたね、はい、おー、ホセから柿谷、森海斗。クスラインギリギリあたり、しっ
かし、まあ1点目も見事でしたけれども、この2点目チームにとって3点目いいコースに。ニアサイドこぼれて、おー、押し込んだ。点差になって交代は続行ですね。そのまま交代はやるようです。さあここはチアゴアルベスに当たってコースが変わる。そのまま持っていくチアゴアルベス、ちょっとタッチ流れますが決定機、チアゴアルベス。先ほどはファーストタッチが残ってしまいましたけど、これヘディング出て前に出て自分のスピード、うん、でゴールキーパーを見てシュートですよね。はい、慣れたミッチェル・リューククロスがエディキー、逆サイドに流れます。まだあります。平川、平川コントロール、シュート打ちました。もうこの、まあ、柳選手がこれ仰いでますけど、中盤の右サイド中山テンポよくつながってクロスボールが入る。チアゴ・サンタラ、イドイだ、早くも先制ゴール、ホームの清水。このパス、はい、少し短かったんですけど、中山選手が非常にうまくコントロールして、こういうボールイドイから中山、中山右足シュートだ、選手のパスで決まったかなというようなボールでしたね。この見ていないようで見ている。カルリーニョスのボール、逆サイド北爪だ、中山、北爪から最後の中山が合わせました。これインサイドで中山選手打ったんですかね。あ、インサイド、もう一度乾のボール、もう一度鈴木に合わせた、最後は岩谷でしょうか。そんなに すごいスピードのあるボールじゃないので、かなり変わってくると思うんですよね。さあ乾が見ていた、北爪が高い位置を取っている、あと倒れる、中山が倒されて、あーっとカロリーをした、まあ、少しファウルっぽい感じですけど、まあ、それをプレーを見て少し脇の選手も止まってしまったような感じですかね。岩木は有田に代わって近藤がピッチに入っています。さあ乾からスルーパス、中山、中山切り替えの部分でもやっぱりそうですね、岩木の選手が後ろ。さあ右サイド開いているのは北爪、いや、いいボールです。ダイレクトでクロスボール、チアゴ・サンタラ。今日、まあ、西部さん注目プレイヤーの一人サンタラにもゴール生まれました。そうですね、これも役割っていう部分ではっきりしてるんだと思います。西澤から裏を取って北川光也、中に行って、はい、ね、サンタラとしてもやっぱ後手踏んでるなっていうのがこの映像見ても分かりますね。はい、坂本がキープ、ゴール前では近藤が呼んでいますが、そのキープは近藤だ、あっと頭で合わせた。これもシンプルな攻撃なんですけど、これを決めれば中山と同じくハットトリックということになります。チアゴ・サンタラ決まれば東京ヴェルディにとっては大きな先制点、防いだ、こぼれちゃう、もう一度押し込んだ、東京ヴェルディ先制。その後少し弾いたボールが中央だったというところで、またバスケス前の選手に詰められましたけども、まあ、これだけ秦野選手が反応しているので、周りの選手がね、ドクラの PK は決まった、左スリー、長崎同点。自分の中で整理つけながらというシーンでしたけども、コースはね読まれてはいたんですけども、スピードっていうところがあったので、マテウス選手の手にもね当てることができなかったという。まあ、ただここからですよね。さあ東京ベルディ、また山田が持つ、山田がドリブルいく、流れた、またゴール前、シュート山田、しっかりとここ倒れた後にもう一回立ち上がるっていう作業が外ったことによって、ここでねボールがこぼれてきたと思いますし、ここに野村がいます。藤村に上がってセーシュート、入ってきてタイミングよく、まあコースですね、インサイドでボール戻した庄司です。サイドを変えます、ダイレクトで中に入れていきました。杉浦シュート、ああ吸い込まれた、逃さず
シュートに持っていったところと、まあ、うまくピッチをこう利用したって言っていいんですかね。ショートバウンドで少しね、野竹は足を滑らせましたかね。さあ右サイドダイレクトで出ていった林。この2人の関係で、ね、点が取れちゃうんで、はい、まあ、非常にその前から、ね、いいリズムで置いたのそういう必要だったと思いますね、はいはい、あの時あの J1 デビューだったんですね、佐藤さん、はい、さあ胸で受けて、うん、シュート、ー追いついた、追いた、ちょっと見えませんね。ただ落ち着いてましたね、いいトラップから一人潰れた、蹴った白井、その後、まあ、さっきのね少し怪我が響いてたのかもあります。飛ばれている。さあまだ金沢ボール、藤村セットして右足、はぁいいんですかね。杉浦が少し頭で後ろに反らしたボールに対して加藤が、さあこのボールを高畑がカットする、伊佐が頭で落として野村がどうする、左足中に入れていく、シュート、中川今日2点目。非常に落ち着いたプレーですね、うん、そこにしっかり合わせきった中川ですね。非常に、おお、エブラトンのところ潰した、取り切った、中空いた、草野が来た、草野だ、取り切りました、先制、ミドホーリーホック。ここにやっぱり杉浦がプレッシャーかけて、寺野と関わって最後ボール奪ってから、もう1本目のパスで草野に渡してでしたね。ここは外から上原、すぐには上げずに上原、ここでクロス、セカンド、ジャメイン、シュート、新井翔太もなかなかちょっと反応しきれない、それそういう流れでしたけど、胸トラップからボールが落ちきる前にこう叩くっていうんですかね。